ちは、ゆうたです。今回は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの部屋を覗き見させてもらい、部屋についてライフスタイルを紹介するコンテンツになっております。今回は辰彦さんです。よろしくお願いします。じゃあちょっと自己紹介をお願いします。はい、辰彦と言います。今は明治大学に通う4年生で、学生時代は服飾系のサークルに所属していて、そのサークルを立ち上げたり、そこで古着のフリーマーケットであったり、自分で YouTube とかを上げたりしていて、その動画編集とかもしていました。で今は就職活動も終わって、あと卒論会で卒業なんですけどまあそこで趣味の写真とか編集とかをしたりして過ごしています。お願いします。よろしくお願いします。まあ、今回、視聴者コラボスペシャルというかね、応募していただいて、はい、まあ一応第一弾で辰彦さんということで、こちらの部屋は、ワンルーム、ね、ワンルームです。はい、結構縦長ですよね。そうですね、縦長ですね。何畳ぐらいあるんですか。そうですね、多分ワンルーム全部入り口から含めて12畳ぐらいかな。はいはい、ああ、広いっすね。結構広い物件を探しました。まあすごいこだわりがたくさん詰まっていると思うので、いろいろ紹介していただきたいと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、まず最初、まあ、玄関の隣にある、はい、こちら洋服ラック、はい、まず、ここに収納スペースを自分でこう作ったっていう感じですかね。はい、そうなります。突っ張り棒とかこういう簡易的な、なんでしょう、ラックは、本当に安く済ませたっていうのが、はい、答えなんですけど、はいはいはい、これは突っ張り棒は Amazon で買って、はい、ここはもう実家から持ってきたものになります。あ、そうなんですね。じゃあちょっと洋服についていろいろお話をここからお伺いしていきたいと思います。はい、まあ、洋服結構好きですか。はい、結構好きでよく買っちゃいますね。はい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 、最近買ったので言うと、この洋服に結構シワになっちゃってるんですけど、はいはいはい、洋服ケースっていうブランドで、はい、ネームとかブランドでやられているデザイナーの方が新しく始められたブランドで、結構生地は太いんですけど、はい、裏にこの通気性のいい素材でやられてたりしていて、はいはいはい、結構今の気分に合うというか、はいはい、そういう感じで最近購入しました。ナイロンですか。そうですね、どうなんですね、ちょっと調べてないんであれなんですけど、コットンですね。あ、コットンなんだ。はい、割とコットンの固めで、ね、そうですね、ナイロンっぽいです、っぽいですよね。はい、なのでこれよく最近夏は着たりしていて、思い入れのある洋服でいうと、コムデギャルソンのシャツというラインで、このシャツはすごく思い入れがあって、成人式の時に着たりしていて、まあそれでなんか手放せずに入れるっていうか、そのようなシャツになってますね。はい、ちなみにおいくらぐらいで。これは本当にプロパーで買ったので、はい、親に頼んで。あ、そうだったんだ。4万円ぐらいしたんですけど、はい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 、ちょっとお願いって頼んで、ね、買ってもらいました。はい、最後にもう一つなんですけど、はい、このホワイトマウンテニアリングの、はい、このなんて言うんでしょう、よくわからないんですけど、このシャツはシャツなんていうスウェット僕わかんないんですけど、はい、このやつはすごく好きで、生地感とか、うん、ずっとシルエットとかもすごく良くて、はい、ずっと着てます、ね、これは本当に結構洋服手放しちゃうことが多いんですけど、はい、これだけはずっと大学1年生の時からずっと持ってるものになりますね。友達からもらったものになります。はいはい、結構洋服は、はい、なんか勝手に古着とかがお好きなのかなと思ってたんですけど、はい、どうですか、結構、そんなこともないですか。そうですね、7割ぐらい古着だと思います。あ、そうなんだ。はいはい、その古着でデザイナーズの昔のブランドとかを漁ったり、はいはい、本当に90年代ぐらいの、うんうん、そのアメリカとかの古着レギュラーって言われてるやつも掘ったりは食してますね。なるほどね、ありがとうございます。はい、はい、続いて、辰彦さんのスニーカーについてちょっと色々、はい、お話をお伺いできればと思います。お気に入りで言うと、このナイキ SG の、少し汚れてはいるんですけど、はい、ナイキ SG のスニーカー、うんうん、これ90年代ぐらいのモデルになっていて、最近なんだろう、アウトドアとかも少し興味があるので、そのトレッキングブーツみたいなスニーカーを探していて、はいはいはい、ちょうどよくあったのがこの ACG のスニーカーになります。うんうんうん、でこれは友達が働いているプレイグラウンド
ていうお店で、はいはいはい、たまたま購入した経緯になります。この何て言うんでしょう、トレッキングでありつつも革とかちゃんと使ってたりして、スニーカーとトレッキングの間みたいな感じで、普段使いもできるし、本当に山登る時もできるっていう感じで、すごく気に入っています。確かにあんまりこうアウトドアスニーカーっぽくない感じですよね。そうですね、はい、それもすごい気分ですね、うんうん、はい、ありがとうございます、はい、続いてそちらが、アディダスのスニーカーですかね、はい、そうです。アディダスのスーパースターというモデルのスニーカーになるんですけど、はいはいはい、普通のスーパースターとは違っていて、その3本ラインが太いモデルになっていて、これはそう、中目黒という中目黒にあるお店の店員さんが履いていて、すごくかっこいいなと思ってすごく探していたんですけども、あんまり球数も多くなくて、そうなんだ、メルカリでずっと狙って探していて、やっと購入できたものになっていて、このモデルなんで3本ラインが太くなっているのかっていうところで言うと、なんか何かのモデルか記念なのか忘れちゃったんですけど、はいはい、なんかその昔の80年代のスーパースターが流行った時代のをなんか象徴するような3本ラインを太くしようっていうモデルでなんか作られたっていう経緯があって、なんかそういうカルチャーも含めてこの一足っていうのはすごく気に入っています。めっちゃ珍しいっすよね。そうですね、あんまり、はい、パッと見ただけでも太いなと思って。そうですよね、なんで結構あれですよね、サッカーのなんかシューズっぽい、うんうん、確かにそうっすね、感じで割とすごく気に入ってますね、これは、うんうん、はい、いくらぐらいでこれ、ちなみに。あ、でもこれ本当にプロパーそんな高くないんですけど、メルカリで6000円とかで。あ、そんなあれなんですね、はい、結構安く買えたので個人的にすごく満足、ね、めっちゃそうっすね、ラッキーっすよね、はい、めちゃくちゃラッキーでした。なるほどね、ありがとうございます、はい、続いてこちらのキッチンスペース、はい、ちょっと紹介していただきたいなと思います。食器棚、はい、これはなんかどちらで購入されたものですか。そうですね、食器棚はそのメルカリとアマゾンでおなじみのって感じで購入して、はいはい、1万円切るぐらいで8000円とか6000円ぐらいで購入したものになります。結構コスパよく。そうですね、お金がいかんせんないものでなるほどね、はい、はいはい、購入しました。これサイズって、はい、これは意図的にあれですか。うん、ちゃんと測ればよかったなって後悔してるんですけど若干この隙間があって、あ、出ちゃって、色味の若干違ったりしちゃってますねまあでも味になりつつ、まあ、そうですね、それもまあうまく高さとか意外に合ってるんで、はいはいはい、うん、意外に馴染んでくれてるかなとは思いますなるほどね、ありがとうございます、うん、はい、手前側にある、そうですね、ここに、まあ、上炉っていうことですね。これも Amazon で買って、はいはい、北欧ジョーロって調べたら出てきてすごいモダンでミニマルなジョーロ、すごいかっこいいな、かわいいっすよね、かわいいと思ったんで、これで育ててる植物に水をあげたりしています、はいはい、うん、植物は結構なんかお好きなんですか。そうですね、でもインテリアの一部としか正直思ってない部分はあるんですけど、はいはいはい、でもやっぱり育つし、まあ、そういうのを育てるのは好きですね、うん、これは、まあ、フラワーベースというかもう合わせてこう、はい、うん、ちょっと紹介していただきたいなと思うんですけど、はい、これはダルトンで、はいはい、エビスのダルトンで買ったんですけど、うんうんうん、なんだっけ、ネギみたいな感じのものになって少し香りとかもして。あ、そうなんですね。花瓶に入れて本当にインテリアとして飾ってますね、うんうんうん、なるほどね、はい、ありがとうございます。じゃあなんか地図ですかね、はい、そうですね、これは何の地図。これはどこ会社名忘れちゃったんですけど、はいはい、友達が働いてるお店で取り扱いがあったアメリカの地図 のバンダナになります、うん、これは一枚一枚なんかその地名だったりとか地図の描かれてる地図が違ったりしてるような特徴で、はいはい、そうです、なんか可愛いなと思ったのが一つあって購入する経緯になります、うんうんうん。はい、ちなみにおいくらぐらいでこれは。あ、本当にこれ安くて多分輸入品だと思うんですけど、輸入品でも1500円ぐらいで買えるので、現地では多分もっと900円とか、うんうん、そんぐらいのものになるんで、誰でも手軽に買えると思います。ありがとうございます、は
はい、続いてここからは、リビングスペースの方をちょっと紹介をしていただきたいと思います、はい、まずはじゃあこの右手にあります、まあ、収納ラックから紹介していただきたいと思います、はい、ここは、まあ、どういったものを収納している場所ですか？そうですね、本当にあっちのさっき紹介したクローゼットに間に切らなかったパンツとかをメインに収納してたり、うん、あとは本当に普段使わないような雑貨とかを収納するスペースになっております、うん、やっぱあれですか、なんか物件的にあんまり収納がなくてっていう感じですか？そうですね、なるほどね、いかんせんあのワンルームで収納なしなので、はいはい、そうです。こういう工夫をしています、うんうんうん、まあ、見せる収納みたいな感じですよね、はいはいはい、ステンレスのこのフレームというか、はい、こちらは、どこで購入されたものとかって覚えてますか？そうですね、これはネットで買ったんですけど、はい、ラックの北島というサイトで、はい、あのこういうアルミ、あ、ステンレスの、はいはい、あのラックが売っていたので、結構大きいサイズでも1万2000円ぐらいで買えて、結構そういう憧れもあったので、うんうんうん、買ってみたいなという思いから購入しました、うんうんうん、3種類ぐらい、3、4種類か、そうですね、こう収納のボックスがあると思うんですけど、はい、こちらも、どこで購入されたか覚えてますか？そうですね、こちらはこの全部あのボックスはダイソーで購入して、はい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 、1個500円とかでこっち300円とかそんな安いんですね、なるんですけど、結構重ねたりとか並べてみると、うん、結構インテリアとして馴染むというか、うんうん、結構様になってくれるので、うん、これはすごくコスパのいいアイテムとして気に入ってます、うんうんうん、なるほど、ありがとうございます、はい、こちらも観葉植物、はい、これディフェンバキアという植物で、はいはいはい、これ友達の働いている植物、うんうん、友達が働いているあのお店で購入したんですけど、うん、この結構なんて言うんでしょう、割と日が当たらなくてもちゃんと育ってくれたり、うん、湿気にも強い植物なんで、結構育てやすいので、はいはいはい、すごく自分に合ってるなと思って買いました、ね、ちょっとサボりすぎてちょっと葉が弱ってたりするんですけどまあ、ある程度は、はいはい、ある程度は育ってくれます、はい、ありがとうございます、はい、こちらの椅子は、どちらのブランドのものですか？そうですね、ブランド自体はよく詳しく分かんないんですけど、はいはい、このハンス・ウェグナーっていう北欧 の、はいはい、あのインテリアデザイナー、今日有名な方がいるんですけど、うん、その人がなんか何でしょうか、カール・ハンセン・アン・サンズっていう、うん、あの会社に初めて下ろした椅子で、うん、Y チェアという Y チェアというモデルで、そのリプロダクト品になります、うん、調べてて一番気に入ったので、うん、安いものないかなってあの いろいろ探した中でメルカリでめっちゃ安く落ちてたので、うんうんうん、速攻購入しました、はいはいはい、ちなみにおいくらぐらいですか？そうですね、これ自体は1脚2脚あるんですけど、はい、1脚1万円で買えることができました。でもリプロダクトで、ね、はい、1万円とかで結構高いというか、はいはいはい、あれですよね。いやでもあれなんですよ、あの本物のやつは本当に何十万、30万40万ぐらいして1脚めちゃくちゃ、じゃあ本物がめちゃくちゃ高いからリプロダクトでも割とするんですよね。4万ぐらいします、リプロダクト4、8万とか。そんなにするんだ、じゃあ、はい、本当に ラッキーというか、ね、いや本当にラッキーで、うん、メルカリずっと見てたからやりました、 ましたね、はい、なるほどね、ありがとうございます、はい、これは友達が使ってたものをあの友達がちょっと幅取るから引き取ってくれないかっていうのをもらって、はいはい、いいよ欲しかったので引き取ったものになるので、ブランドはよくわかんないですね、はい、あ、じゃあでも、はい、ドンピシャでなんか家の雰囲気にあったというか。そうですね、なるほどね、アイアンと天板の木で結構自分の理想に近いダイニングテーブル買えたかな、うんうん、もらえたかなと思ってます、うん、なるほどね。結構埃かぶっちゃってるんですけど、はい、あのアマゾンで買ったペンダントライトになって、結構インダストリアル調というか、うん、そうですね、結構そういうシックな感じのものを置きたくて購入した経緯になります。うん、なるほどね、はい、すごいですね、アマゾンで探すのめちゃくちゃうまいっすね。いや本当にあのお金もなかったのではいはい、はい、でもやっぱ自分の部屋は結構なんだ気分が上がる部屋にしたいので、はいはいはい、結構欲しいものは安く買って試してみてます、ね、うんうん、なるほどね、はい、ありがとうございます。これ写真ですね、はい、うん、これもすごい結構象徴、はい、部屋の象徴というかね、うん、割とシンボルになってるようなものだと思うんですけど、はい、これはどなたの写真ですか？これはあの後輩というか友人にあのカメラやってる友達がいて、その友達が地元で撮った写真になると思います。これどこの多分福島だと思うんですけど、詳細な場所はあんまり分かんないんですけど、地元で撮った写真ですごく加工とか青ですごく綺麗な写真で、
撮った時からめっちゃいいねって言ってて、うんうんうん、作ってほしいって言って結構大きいサイズを特別に作ってもらって飾ってます。ああ、じゃあもう世界に一つしかない。そうですね。多分その友達に頼まないと作ってくれないですね。なるほどね。はい、すごい。めちゃくちゃうまいっすね、写真。ああ、その友達結構、はい、好きですね、写真。すげえ。なるほどね。ありがとうございます。はい、続いてこちらも、まあ、インテリアスペースとかね、いろいろ、はい、レコードとかあと小物系ですかね。はい。置いてあったり。すると思うのでちょっと順番にいろいろ紹介をしていただきたいと思います、はい、こちらはまあレコードが結構何枚もあると思うんですけど、はい、音楽は結構普段からよくお聴きになられるんですか？そうですね、本当に最初はレコードもインテリアの一部として僕とおしゃれだなと思ってて、はいはい、買い始めたっていうのは経緯なんですけど、うんうん、やっぱりその買うレコード1枚1枚音楽の詳しい友達と一緒に買いに行ったりして、うんうん、なんか自分が聴いてみて良かったものを、購入して置いてます、うん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 、このマーヴィン・ゲイの2枚あるんですけど、はいはい、このやつは思い入れがあって、はい、雑誌で自分のマーヴィン・ゲイのレコードを持っているっていうところからなんかマーヴィン・ゲイのグッズを撮らせてほしいって言って、この家使っていただいて、その時にこれもいただいたもので、あ、そうなんだ。なのでそれも思い出含めてこのマーヴィン・ゲイのレコードは結構お気に入りというか、あんま聞いてないんですけど結構思い入れのある一枚かなと思ってます、はい、てかそのイベントめちゃくちゃコアなイベントですね。なんかそうですね、マーヴィン・ゲイのそうグッズを持ってる人っていうか雑誌があって、はいはい、どういうオーリーの、はいはい、ここですね、このこれがこれとこれですね、ああはい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 って感じで、そういう思い出含めて結構そうなんだ。なるほどね、うん、はいはいはい、ありがとうございます、はい、カセットデッキみたいな、デッキって言ったらいいんですかね。そうですね、そうですよ、ほんとカセット入れてもならないんですけど、うんうん、親父がガジェットかそういうのを分解して作るのが好きで、うんうん、この中に Bluetooth 埋め込んで携帯と接続して音楽聴けるみたいな、すごすぎますね。そうですね、それはよく使ってましたね。音も結構当時の、はいはい、結構綺麗な音ではないんですけど、はい、カセット入れた時の音楽のまま Bluetooth で流せるみたいな感じなんで、はい、結構インテリアとしても映えますし普段使いもできるんで、結構気に入ってますね、こいつは。めちゃくちゃ羨ましいんだけど、はい、いいな、なるほどね、はい、ありがとうございます、はい、黒の、はい、革の、この小物2点、2点、はい、これは普段なんか使ってる財布っていう感じですか？そうですね、これはディガエルの財布で、はいはい、でこれは本当に4年間ぐらいずっと使ってて、うん、そろそろ買い替えたいなとは思ってるんですけど、わり、はいはい、かし何だろう、使ってると皮も柔らかくなってて、うんうん、結構馴染んできているかなと思ってて、はいはい、傷とか入っちゃってるんですけど、うんうん、やっぱ、はい、皮は長持ちしますね。そうですね、結構いいですね、うんうんうん、なるほどね、はいはい、これは親がイタリア旅行行った時に、はい、結構老舗のイタリアってすごいレザーとかが有名で、うん、その時の現地で作られているなんかコインケースで小銭とか入れて、特にブランドとかはないんですけど、コンビニ行く時とかにポッキーにすぐ入るんで、うん、持ち歩いてるって感じですね。なるほどね、はい、イレスセバというアメリカのブランドかなと思うんですけど、サングラスであんま使ってないんですけど去年購入して、そうなんだ、あんまりコロナで外行けてないんで、ね、使う機会もあんまないっていう、はいはい、減っちゃった、減っちゃったって感じですね。輪形とか、はい、左からちょっと順番にお伺いしてってもいいですか？はい、これもアマゾンで買った、うん、多分花瓶だと思うんですけど、まあ、そこに入れる花もなく、うんうん、お香を入れております。お香を入れてじゃあ今使ってるんですね、はい、結構このインテリアとしてもすごい可愛いなと思ってます、はいはい、これはさっき紹介した総中目黒というお店でミスターグリーンっていうアーティストの方が作ってるマグカップになってて、これ本当に緑自分すごい好きなので、はい、すごい普段使いもしようと考えたんですけど、うんうん、結構インテリアとして使っちゃってますね、はい、中に何を入れてる？これはワインとか開けるやつかな。あ、ワインお好きなんですか？いや、あんま一人では飲まないんですけど、はいはい、友達とか来た時に飲もうってなったら開けられるようにしてます、うんうん、なるほどね。こちらなんか青い海外の
これワインボトル。そうですね、ワインボトルでなんか白だった気がするんですけど、はい、でもこれ本当に近くのスーパーに売ってて、でもデザイン性がすごく良くて、うん、ラベル可愛いですね。めちゃくちゃ可愛いですね。なんかいいなと思ったので、はい、インテリアとして使ったりして、うんうん、このこれもダルトンとかでかぶせたら可愛いんじゃないかなと思って買いました。つけてる感じ。つけてる感じ、はい、なるほどね。フレグランスでもうあんま残ってないんですけど、はい、なんかインダストリアル系な、さっきも言ったようにそういうものにハマってた時期があって、うん、どこのやつですか。これダルトンです。あ、これもダルトンで、はい、多分同じ時に買いました。へー、すごいですね。なんか結構 レトロチックな、なんかあれですね。そうそうそう。でこれも2000円ぐらいなんで。あ、そうなんだ。割と安く買えるんでおすすめです、うん、なるほどね、はい、ありがとうございます。レコードプレイヤーってこだわりあったりしますか。いや特にそんないいものでもなくて、はい、割と比較的安いレコードプレイヤーを買って、うんうん、まあ、音は良くなくて、なんであっち あのスピーカーに接続しちゃえば変わんないんで、うんうんうん、で買ったものですね。これはレコードで。どこのやつとか覚えてます。あ、でもこれもアマゾンとかそんな感じだったりします。そうなんだ。めっちゃアマゾン買ってるんですけど、まあ割と比較的5000円とか、あ、そんな安いんですね、ぐらいで買えちゃって、まあレコードとかあんま詳しくなかったんで、うん、最初にはいいかなと思って購入することになりました。レコード結構高いと思われがちだけど、はい、プレイヤーとか結構安く売ってますよね。そうですね、中古とかでもすごい安く売ってるんで、うんうんうん、なんかそうですね、初めて買ってみたいなっていう人がいたら、うん、全然手出せる金額だとは思います。確かに、はい、なるほどね、ありがとうございます、はい、続いてこちらのスペース、先ほどちょっとお伺いして結構びっくりしたというか、はい、すごいなと思ったんですけど、ここは何のスペースですか。そうですね、ここは、まあ、収納棚兼化粧台、化粧台みたいな感じで使ってて、この部屋洗面台とかがなくて、はいはいはい、なんででもやっぱ欲しいなと思ったので、うんうん、まあ、じゃあ作ろうっていうところで作ったものになります。なるほどね、すごいな。これ、はい、まあ、完全に多分ご自身で制作されたものだと思うんですけど、はい、いくらぐらいのこう予算感でこの DIY スペースというか、はい、洗面台スペースをお作りになられたんですか。うん、そうですね、これはトータルで1万5000円ぐらいで作ることができました、はい、レコード、はい、こちらまあ2つ、はい、2つか1人のアーティストの方の。あ、一緒です、ね、一緒ですか、はい、ちなみにどなたのアーティストですか。これラリー・カールトーンっていう70年代の、はい、まあ、ソウルとか R&B の、はい、あの人で、このレコードちょっと傷ついちゃってあんま聴けなくなっちゃってんで、はいはいはい、ならもう飾ろうと、うん、ジャケも割と気に入ってるんで。なるほどね、インテリアとして使っちゃってます、はいはいはい、それで飾ってると、はい、香水とかアクセサリー系、シルバーアクセサリーとか、はい、そうですね、シルバーですね、はい、があると思うんでちょっと紹介をしていただきたいと思います。これは多分メキシカかアメリカのあのジュエリーだと思うんですけど、はいはい、そのマイケル・ロワンホースっていうデザイナーの方がいて、はいはい、その人のバングルになるんですけど、あの自分が誕生日やった時に、うん、そのサークルだったり団体の友達があの買ってくれて、だからそういう思い出もあって、これは手放せずにいるものですね、うん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 、すごくかっこよくてってとこにつけて、割とすごく。なるほどね、はい、じゃあ普段からも結構使ってる、使ってるものになります、ね、バングル、はいはい、これは手放さないと思います、うんうん、なるほどね。結構シルバーアクセサリーとか、そうですね、好きで集めてるというか。いや、あんまりアクセサリー好きじゃないんですけど、でもまあ一つ、いや二つぐらい持ってたらいいだろうと。いいものを数少ないけど持ってるみたいな、はい、そんな感じです、うん、これはギャルソンのワンダーウッドか、うん、ワンダーウッドっていう香水になるんですけど、これは結構人気のモデルだと思うんですけど、定番のやつですよね。定番のやつで、うんうんうん、これもいい匂いだなと思って購入して使ってますね。ちなみに、はい、何系の香りっていうか、え、本当にウッドじゃないですか。なんかあと色気のあるような、はいはいはい、匂いで、そのシチュエーションとか遊びに行く場所によって使い分けてるみたいな、はい、うん、でこっちはあのクルジャンの香水で、はい、あの結構なんでしょう、こっちは色気あるけどこっちは結構なんていうのか、すっきりした爽やかな香水ですね、うんうん、これは割と高くて
これ70ミリで多分プロパル3万ぐらい。ああまあ結構いい香水ですね。いい香水でもうあんま残り少ないんであんま使えてない。大切に大切に使ってますねこれは。なるほどね、はい、はいはい、ありがとうございます。右にちっちゃい棚というかね、はい、があると思うんですけど、ここはなんかどういったもの収納されてるんですか？そうですね、この棚自体はメルカリで昭和のものを買って、はいはいはい、木とレザーっていう収納ものなんですけど、うん、中には先ほど言った化粧台なので、化粧品とか、ね、スキンケアとかお香、まあ、洗面台に入るようなものがを入れてます。うんうんうん、あんま見せられるようなもんじゃないですけど、まあメンテナンス系のね、はい、ものが入ってますよと感じですね。はい、ありがとうございます。はい、まあ、まずここスピーカーがね、LR、まあ、2つあると思うんですけど、はい、このスピーカーはどこのブランドなの？これローランドっていうブランドだと思います。はいはいはい、で結構昔のモニタースピーカーになってて、はいはい、結構なんかレビューとか見て選んだんですけど、評価も良くて、うん、高音とかすごく、うん、いい音出たり、結構アンプが内蔵されてるんで、うんうん、ここで重低音とか高音とかをなんか操作できるんで、あと何だろう、家の雰囲気もすごく合う 木目というか感じなんで、めちゃくちゃ気に入ってる感じですね。結構いいスピーカーですよね。そうですね、これは割と、そうですね、割といいスピーカー買えたかなと思います。これは普段音楽聴くときだけですか？なんかそれとも映画見るときとか、はい、なんかそれ以外の使い方とか。そうですね、音楽、スマホ、パソコン、レコード、スピーカー、このモニター、はいはい、に全部つなげられるようにはしてて、じゃあもう基本音が流れるときはこのスピーカーから出るようにというか、そうですね、全部ここから音楽流すようにしてます。はい、上にあるちょっと今お話にも出た、はい、プロジェクターというかね、はい、これはすごい結構小型のプロジェクターだと思うんですけど、これはメルカリで買ったんでよく調べずに購入したんですよ。はいはい、ユニック、わかんないんですけど、読み方はわかんないんですけど、とりあえずプロジェクター欲しいなっていうので、あとコンパクトでにしたくて、いいのを見つけたっていう感じになりますね。よくこのソファーに座ってこっちに映して、こっちの壁側にね、映してこう見るという見る感じになってます。結構映画とかそういうものも好きなんですか？そうですね、いろんな映画見ますね、洋画から。ちなみになんか、はい、最近見た映画とか、はいはい、なんかあったりします？そうですね、是枝監督の、はいはい、海町ダイアリーとか撮ってる監督の家族とかのものの作品がすごく好きで、うん、その作品を最近3本連続ぐらいで見たりしました、ね、あ、結構じゃあ普段から映画とかもちょいちょい時間があれば見る、はい、そうですね、洋楽じゃなくて洋画も邦画も、うんうん、結構どっちも好きで、うん、有名なものから見てます。はいはいはい、なるほどね、はい、ありがとうございます。こちらのソファーは、まあ、どこのブランドのものですか？これは B カンパニーですね、はいはいはい、のソファーになります。うんうんうん、B カンパニー、このちなみにおいくらぐらいで、これは？これも中古で買ったんですよ。なんで中古で1万5000円ぐらいで、元は多分3万円ぐらいしないぐらいだと思います。ですね、この取っ手が、取っ手というか手すり、はいはい、がそういう木の、結構いい感じの木なんで、うんうん、気に入ってここにお酒とか置いて、うん、映画とか見るのにすごく。確かにそうですね、お酒とかこう、はい、おつまみとかね、はいはいはい、そういうのを置けるのは確かにそうですね、大事かも。なるほどね、はいはい、ありがとうございます。はい、続いてこちら、扇風機、めちゃくちゃレトロでね、はい、すごい可愛い扇風機なんですけど、はい、これはどちらで購入されたものですか？これは近くのリサイクルショップで、はいはいはい、購入した扇風機になります。三菱の昔の80年代ぐらいの扇風機だと思ってて、うんうんうん、色味とかボタン式なのとかすごく可愛いなと思って、うん、まあ、今じゃ絶対ありえない、そうですね、デザインとかですもんね、はい、めっちゃうるさいですけどまあそれもこの扇風機の醍醐味というかね、うん、結構普通に何だろう、機能的にというか、全然扇風機としてはもう問題なく、あ、問題なく使ってます。毎日使ってますね。そうなんだ、はい。なるほどね。ベッドフレーム。はい。まあこちらの辰彦さんの、はい、ベッドフレーム、ローベッドでね、すごい、そうそうそう、割と今時のそうです、ね、こうインテリアというか雰囲気だと思うんですけど、うん、これベッドフレームはなんか、はい、どういったあれですか？既製品を購入された感じですか？そうですね。牢屋
ていう、はい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 、家具サイトで購入したスノコのものになるんですけど、それをまあ今風にローベッドにしたくて、下にあの何でしょう、あのよくソファーとかを持ち上げるために使うような土台があるんですよ、はいはいはい、それをまあベッドに応用したみたいな感じで、ちょっとあのローベッドっぽくしてる感じになります。なるほどね、はいはいはい。これちなみにどれぐらいの予算でこのローベッドは制作、まあ、できたんですか、はい、このクッションというか合わせて。これをこのスノコ自体は6000円で買えて、はいはい、下のやつはアマゾンとかで1500円で4つついてるんで、本当に安く誰でもできると。なるほどね、はい、結構ローベッド普通に製品買っちゃうとね、かなりお高いと思うん で、今っぽいの高いですよねこういう感じで、まあオリジナルで作れるということでね、はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで、辰彦さんのルームツアーさせていただきました。まあ、最後に、こちらのお部屋の、コンセプトというかこだわり、はい、まあ、総括じゃないですけど、そういったところちょっとお話をお伺いできればと思います。はい、そうですね、やっぱり自分の部屋でいることも多いし、やっぱ暮らす以上あの少しでも気分の上がるものだったりを置くようにしているっていうのはコンセプトになります。結構なんか色味的にはあんま、はい、カラフルな感じってよりかは、うん、とこうウッド調のものだったりとか、はい、観葉植物を置いたりして、そうですね、はい、そうですね、それが一番気分が上がるので、うんうんうん、なるほどね、はい、という感じで、今回の、記憶的ルームルームツアー編はこれで終わりたいと思います。次の、動画では、辰彦さんのライフスタイルについてお話をちょっとお伺いしたいなと思って、そちらでも引き続きお願いします。よろしくお願いします、はい、という感じで今回の動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら